アニメ巨人族の花嫁ブルーレイ &DVD が発売決定だ。高一の世界ではこんなものも売っているのか。やはりお前は我が巨人族の花嫁にふさわしい。カイウス、俺も好きだよ。コウイチ、やった。コウイチ、おい、しっかりしろ、コウイチ。ザー、30分。バロ、よこせ。受け取れ、クソったれ。コウイチ、私もお前を愛している。いつでも喧嘩の双子の神様。ねえ、なんでいつでも喧嘩なの？仲が悪かったの？違うよ、バロ。二人はね、お互いに付き合っていたのさ。好きだったのに喧嘩ばかりしてたの？それは双子同士の許されない愛だったからね。カリナはライサを忘れるために男たちと交わった。だけどライサはね、実らないと分かっていてもなおカリナだけを愛し続けていたのさ。だからカリナの毒をライサが打ち消すのは、お腹の中で一つになって思いを遂げられたのかもしれないね。昨日のことか。俺、カイウスが殺されたって聞かされて、俺のせいだって、心臓が潰されそうだったんだ。私を殺すならあの倍は数が必要だろうな。カイウス、その…大丈夫、殺してはいない。カイウスが誰かを殺すのも誰かに殺されるのも嫌だったから。でもカイウスと出会えてよかった。カイウスのおかげでいろいろな人と出会えて、いろいろなところに行くことができて、いろいろな経験をすることができた。部活も終わってこれからは受験に専念しなきゃって時だったから、正直いきなりタイルダントに来た時はどうしようと思ったけど、俺の母さんさ、俺が風邪で倒れている間に死んじゃったんだ。俺が3つの時に父さんが事故で死んで以来、母さんは俺のためにがむしゃらに働いてくれた。だからカイウスが俺のために獣人の国に行くって言った時、また俺のせいで大事な人を失ってしまうんじゃないかって思った。愛する者のために死ぬ、それは最高の愛の一つだと私は考えている。カイウス、しかし我が花嫁よ、お前がそれを嘆くならば、私はいかなる障害からもお前を守り抜き、その上でお前よりも長く生きると約束しよう。ありがとう、カイウス。さあ帰ろう、タイルダントへ。